皆さん、こんにちは。今日は、ヒョンビンさんのことについて紹介します。まずは、ヒョンビンさんの経歴とプロフィールから紹介します。ヒョンビンさんは、韓国の俳優。ソウル特別市生まれ、本名はキムテピョン、本館は三山金氏。所属事務所は2016年初よりバストエンターテイメント。趣味は、水泳、バスケットボール、ゴルフ。特技は、スノーボード、写真。中央大学校演劇映画科大学院修士課程在学中。2003年に KBS ドラマ、ボディガードでデビュー。2005年に MBC ドラマ、私の名前はキム・サムスンで大ブレイク。韓流スターとして韓国や日本、中国をはじめアジア全域で人気を博している、韓国ドラマ愛の不時着で恋人役を演じた俳優のヒョンビンと女優のソン・イェジンが、現地時間10日、結婚を発表した。二人は共演をきっかけに約2年前から交際している。ヒョンビンは所属事務所のインスタグラムに、男女が手をつないでる写真とともに、僕の人生で最も大事な決意をしました。そうです。人生の第二幕に足を踏み入れたいと思います。いつも僕を笑顔にしてくれた彼女を、これからも道を一緒に歩んで、行こうと約束しました。という文章を掲載した。ソン・イェジンは自分のインスタグラムにミニサイズのウェディングドレスの写真を投稿し、私は残りの人生を共にする人を見つけました。皆さんすでに予想していると思いますが、そう、彼です。一緒にいるだけで心が温かくなる、頼もしい人です。男女が出会い、互いに分かち合い、未来を約束するなんて想像もできなかったのに、気づいたらここまで来ていました。私たちの未来を祝福してくださいとコメントした。ヒョンビンとソン・イェジンは映画ザ・ネゴシエーションで初めて出会い、何度も熱愛報道を否認してきたが、2021年1月愛の不時着での共演をきっかけに2020年3月から交際を始めたと公表した。2021年1月1日のディスパッチ法以前から何度も熱愛説が浮上していたヒョンビンとソン・イェジン。ソン・イェジンは自身のインスタグラムに、ヒョンビンとの動画を複数アップ、ヒョンビンの誕生日をお祝いする様子も公開し、とても仲が良いことが伺えます。またインタビュー映像でも仲が良く、まるでカップルのよう、この頃はまだ交際していなかったようですが、お互いに好意を抱いていた可能性がありますね。ちなみにヒョンビンとソン・イェジンは共に1982年生まれで、ソン・イェジンは早生まれ。年齢の近さやお互いに長い芸歴があることなども、二人の仲を深めた理由の一つなのかもしれません。2001年に女優デビューしたソン・イェジンは、すでに芸歴20年超え、しかし、これまで特にスキャンダルはなく、信憑性のある熱愛説もありませんでした。そんな中、今年2月16日に TBN、ゆくいずオンザブロックに出演したソン・イェジン。そこで、初恋が気になる。と尋ねられたソン・イェジンは、今の恋が初恋だ、とし、ヒョンビンが、初恋の相手であることを告白しました。ちなみに、ヒョンビンは昔から、ソン・イェジンのファンだったとのこと、このエピソードを知った上で、二人の過去の写真を振り返ってみると、ヒョンビンがソン・イェジンを愛おしそうに見つめていた理由や、ソン・イェジンが恥ずかしそうに照れている理由にも納得ですね。ドラマ、愛の不時着の打ち上げで、お酒を楽しむことになったソン・イェジンとヒョンビン、過去の熱愛説を少し気にしていた二人は、共演者やスタッフたちの目を避けるように、現場ではあまり会話をせず、よく知らないふりをしていたのだとか。そんな中、ドラマの打ち上げが行われ、お酒をたくさん飲んだソン・イェジンの顔はみるみる真っ赤に、その様子を見ていたヒョンビンは、特に何も言わなかったものの、ソン・イェジンに注がれたお酒を無言で、奪い全部自分が飲み干したと言われてます。このラブラブエピソードは多くのネットユーザーたちをキュンとさせました。ドラマ愛の不時着で一躍女子たちを虜にしたヒョンビン。共演したソン・イェジンとの交際を認め、その後に愛の不時着婚をしたことでも話題となりました。そんなヒョンビンの結婚までの歴代の彼女についてまとめてみました。歴代彼女1人目、ファン・ジヒョン。ヒョンビンとの交際報道をきっかけに、
注目を浴びた韓国の女優です。出演していたドラマ私の名前はキムサムスンの撮影を終え休暇中だったヒョンビン、その時に知人の紹介で二人は出会うことに。ヒョンビン当時25歳、ファンジヒョン当時23歳、その頃20代前半だった二人は休みの度に会い純粋な交際を楽しんでいたそう。二人の交際が発覚したのはスキー場でのデートを楽しんでいた際に撮られたこの写真がきっかけに、その後熱愛を認めた二人。ヒョンビンの側近は若い二人の純粋な恋愛を見守ってほしいと答えていたそう。二人は交際して1年ほど経った頃、熱愛を認め公式カップルとなりました。しかし認めて間もない頃に、二人は破局してしまいました。本当に辛かった。交際が報道されてから、すぐに別れることになったのでもっと辛かった。決別による傷もあったが、知名度を高めるために、交際を利用したという視線にもっと苦しんだ。交際期間は2015年末2017年4月までの約1年半でした。続いての歴代彼女は、日本でも人気の女優、ソンヘギョ、ヒョンビンとソンヘギョとの出会いは、2008年に放送されたドラマ、彼らの生きる世界で共演したことがきっかけでした。このドラマでの二人のラブラブっぷりに付き合ってるんじゃないの？と噂されていましたが、その数ヶ月後に本当に熱愛報道が出たのです。美男美女、大スターの二人の熱愛に多くのメディアや世間が注目しました。熱愛報道を受け、2009年6月から交際をしていることを明らかにしました。二人は良き友人として過ごしていたが、2ヶ月前から恋人関係に発展した。良い関係が続くよう見守ってほしい。また二人の所属事務所も熱愛を認め、その後、何度もデートの様子を報道されてきた二人、売れっ子の二人は忙しい時間の中、愛を育んだと言います。交際をうまく進めているように見えた、ヒョンビンとソンヘギョでしたが、その交際も約2年で幕を閉じました。破局理由としては、忙しさのすれ違いがあったとか、所属事務所によると、ヒョンビンとソンヘギョは、それぞれドラマの撮影と、海外活動及び映画撮影で忙しく過ごし、自然と疎遠になったと明かした、ヒョンビンの入隊前に破局となりました。続いての歴代彼女は、美しすぎると女性ファンも多いカンソラ。ヒョンビンとカンソラは仕事関係者の集まりで、出会ったことがきっかけ。ドラマなどの共演はないそう。ヒョンビンがカンソラのあまりの美しさに、一目惚れをして猛アタックをしたという噂も、これだけ美しいと無理もないですよね。美しすぎる二人に世間は、ビジュアルカップルの誕生と関心を集めました。応援するファンも少なくはなかったそう。熱愛を認めた二人は、仕事の合間を縫ってデートを重ねていました。二人はデート時、何の変装もしないで、普通のカップルのように楽しんでいたそう。二人は交際スタートから約1年で破局となってしまいました。お互いの事務所が、多忙のため、自然破局となったと発表したそう。世間からは残念の声が多く上がりました。最後に紹介する歴代彼女は、現在も交際中と話題のソン・イェジン。二人の出会いは、映画、ザ・ネゴシエーションでの共演でした。この時から、二人のお似合いように、熱愛疑惑が出ていたそうですが、お互いに認めはしませんでした。そんな二人は、愛の不時着での、熱愛報道以前にも報道されていたことが、二人の出会いは、映画、ザ・ネゴシエーションでの共演でした。この時から、二人のお似合いように、熱愛疑惑が出ていたそうですが、お互いに認めはしませんでした。そんな二人は、愛の不時着での、熱愛報道以前にも報道されていたことが、がんなに交際を認めなかった二人、その二人の関係を変えたのが愛の不時着でした。奇跡のドラマとなった愛の不時着。そしてついに二人は交際を認めました。愛の不時着ロスの視聴者には嬉しいニュースとなりましたよね。これに対しソン・イェジンは良い人に出会えたことに感謝しながら素敵な関係性を築いていけるように努力すると喜びを伝えました。そんな二人がこれからも幸せに続いてくれれば嬉しいですよね。ヒョンビンは2022年2月10日に
所属事務所バストエンターテインメントの公式インスタグラムに直筆メッセージでソン・イェジンとの結婚を発表しました。結婚という重要な決定をし、人生の第二幕に慎重に足を踏み入れてみようと思います。いつも僕を笑わせてくれる彼女と約束をしました。これからの日々を共に歩こうと、作品の中で一緒になったジョンヒョクとセリが共にその一歩を踏み出そうとしています。愛の不時着、コンニファンからも多くの祝福があります。今後の二人の幸せを願わずにはいられませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。